うん、集まった時に、はい、今日もあなたと、はい、一緒に白鳥天国気合が入ってないですな、嫁よあれですよ、これをご覧になっていただいている人、皆さん、嫁をいじめるなと、うん、ねね、嫁を 大事に大切にって、もうたくさんコメントいただきましてみんな君の味方だ、うん、ね、これをご覧になっている人の大半は君、うん、素人である君の味方だ、農園主だけ敵なんだいいね君は本当に、ということでね、この撮影してる時にあまり嫁をいじめるとたくさんな批判コメントをいただいてしまうのでね、暑いからゆっくりやってくださいね、今日も嫁に小松菜を取っていただいて、病気がポツポツね出てきて、この辺はまあ取ってもらって、うん、量はたっぷりあるからこれぐらいは大丈夫、これぐらいならまあまあ大丈夫よ、はい、あとこの辺にこうちょっと枯れてるってやつとかを基本的にね、はい、取ってください。これは何ですか？やっぱダメだな、暑いな。暑いだろう。これちょっとこう動かしてごらん。3段階。3段階でこれで強くなる。最高。最高です。君だけこの前扇風機で。結構いい値段する。結構いい値段。私が買ってあげたんです。ね。体感も気持ちいい？気持ちいい。気持ちいい。こんなものをね、畑で使っていたらね、あれですよ、私の研修先ではね、えらいことになりますよ、えらいことにはいはいじゃあまあゆっくりやってて、はい、ね、倒れないようにね、熱中症にならないように、はい、たくさんとありますからね、よろしくお願いしますよ。さあ、ということでね、今日は火曜日ね、出荷日なので、今日の葉物はね、レタス菜、そしてこの小松菜、そして、葉大根と3種類なんですけれども、こちらね、もうルッコラがね綺麗に仕上がってきました。これも十分ねいい大きさなんで、来週から今週末ぐらいから出してもいいですね、早く出さないとこれまたねすぐに大きくなってしまうので、綺麗に仕上がってますね、さあ今日で私は葉大根ですね、葉大根どっちから取るかね、こっちからでもどっちからでもいいんでしょうが、もういい大きさですよね。よいしょ。よいしょ。いや、今日も暑いよ。本当にね。どっちから、やっぱ向こうから取った方がいいか。向こうから取りますか。よいしょ。よいしょ。ああ、暑い、ほんと。この辺が結構ね、病気出てきちゃって、まあしょうがないですね。葉物はもうこの暑さだと、なかなか無農薬栽培はね、厳しいところだと思います。ああ、よいしょ。ねえ、なんか、嫁に対する温かいコメントを本当にね、皆さんありがとうございました。ねえ、この場を借りて、旦那である私の方からね、熱く御礼申し上げます。羨ましいですな、本当にね、大して戦力にもなってない嫁なんですけどもね、このように温かい言葉をいただけると、あいつもやる気になるんじゃないかとよいしょ、やっちゃよいしょ、よいしょ、よいしょ、どうですかルッコラね、いやいいね、ルッコラ綺麗ですな、来週出しましょう。どうしてもこの時期はね、野菜が偏ってきますんでね、よいしょ、ということで私はこちら側向いて葉大根ですね、前も言ったと思うんですけどもね、こういうね、いい大きさですね、セット野菜をねおやりになっている有機農家さんって日本にはどうですか、2000万件ぐらいあるんですか、うん、2000万件、少ない、ん、200万件失礼しました、農家って今200万件切るぐらい、うん、もうちょっとあるか、ぐらいですか、
よくね、講演会なんかでね、話をさせてもらうのはね、日本の農家の数って昭和、僕が生まれた昭和と40年、ぐらいがピークでね、600万から700万、マックス800万近くまでね、農家さんっていらっしゃったんですよって話をするんですね。それが今だいたい3分の1ぐらいですね。200万件も今切ってますね。おそらく170とかですか、170万世帯の方が農家として登録されていて、そのうち専業農家っておそらく27万とかっていう数字でしたかね。27、30万件、まあいないんですよね。だから何分の1ですか、5分の1かそこらですか。で、多分まあそのうちこれも20万件を切ってきてね、なんでしょう、どんどん減っていくわけですけれども、ね、まあそれ比例するように多分株式会社か、貸したね、そういう生産法人がどんどんね、あいた農地とかどんどん流性を極めていくんでしょうね。ただまあ全体を補填するまでには至らないと思いますが、で何の話でしたっけ、何の話をしようと思ったのか、忘れましたが、まあそんなことでね、農家は減っていくと。でそのうち有機農家、そうそう、そのうちのパーセンテージ有機農家って全国に、2万か3万ぐらいですか、今ちょっと増えてどれぐらいになってるんですかね。ただもうそのほとんどは本当に小規模栽培になるわけですけども、2万とか3万人もいます、有機農家。有機農業やってらっしゃる人、そんなに皆さん頑張っておられますかね。そのうちの何パーセントがこういう有機の宅配セットという形をやってるか分かりませんけど、割とね、有機農家はこの宅配セットをおやりになるんですよね。でまあそうすると大体作るものが似通っていくわけですよね。そんなにそんなにね、なんていうんですか、ドラゴンフルーツとかね作れないですからね。まあまあマンゴーとかね、宮崎ぐらいしかできないでしょ、知らないですけど。なかなか果樹と組み合わせることできないし、そういう意味ではね、野菜大体偏ってきてしまいますんでね。でやっぱりこうセット野菜ってなってくると、まあ僕がいつも言うことですけども、セット野菜長くやっていてね、ある程度野菜とか土ができてきて作れるようになるとね、安定はしてきますけれども、意外とね、手間取るというかちょっと面倒だなというのが刃物なんですね。刃物はね、結構こまめにこうやって、はしきで巻いてね、それでやっぱり鉄器が短いですから、刃物がね意外とセット野菜をやっていてね、まあ私自身が長年やってますけど、ちょっと手間取るな、面倒だな、で結局全部取り切れないうちに終わってしまうという形になりますんで、ちょっとこの辺で、でそういう時にいろんなね、やっぱりレパートリー、小松菜だけじゃなくて水菜とかいろいろ組み合わせるわけですけども、その一つにね、私は葉大根を組み合わせるようになってから少し楽になりましたね。葉大根であんまりそんなね市場価値はないですけど、意外とねこれ早くできて、なおかつこう何ですか、量もあってね、でこう一つの野菜で、例えばこちらね、この部分と葉っぱの部分とね、食べられるわけですね。ここだけでもこう味噌汁に入れてね、細かく刻めばいい食感が残るじゃないですか。で上は例えばもう少し小さければこれ生サラダできますもんね。ということで、このまま味噌汁に入れてもいいし、和でもいけるし、洋でもいけるし、中華でもいけるとね。麻婆豆腐の中にこのまま入れたっていいんじゃないですか。一本ゴローンとこうやって入れてね、少し炒めるだけで、十分じゃないかなというふうに思うんですね。なのでね、意外と葉大根、私はこれをやるようになって、意外とあ、これって重宝するなと。でまああんまり市場性もないのでね、お客さんは意外と喜ぶというか、さばきやすいって言ったらあれですけども、野菜の一つかなというふうに思いますね。まあまあ参考になさってみてくださいよということですけどもね、まあ、今これ美味しそうですね。これこのまま味噌汁に入れればね、完璧じゃないですか。あまり取る、でもここもこれ結局ね、何メートルありますか、これ20半分、ベッド半分ルッコラとありますんで、こう15メーターぐらいですけど、多分全部はもう使い切らないですよね。もうこの時期でこの大きさですからね。嫁大丈夫か、大丈夫、はい、倒れそうになったらすぐに逃げるんだよ、ね、軽トラに逃げればいいじゃん、いいよ、頑張れよということでね。どうですか、嫁をちゃんと気遣ってますよね。
はい、こうやってね仲良くやってますんでね、皆さんどうぞご心配されずに、応援していただいたね、嫁のことを気遣っていただいた本当に方は本当にありがとうございますね。本当に倒れられたらね困りますんでね、仲良くやっていきますよ。よいしょ、何の話でしたっけね、ハダイコンね。で割とね年中作りやすいです。この今みたいにねこんな暑くてもねこうやってできますし、直巻きで、やっぱり発芽がいいっていうのは大きいですよね。やっぱり大根はやっぱり何ですか、すべての野菜の中で一番発芽いいわけですよね。多分これやってる人は皆さんご存知でしょうけども、種も大きいしね扱いやすい、ですよね。だからこの暑い時期でもね、発芽はそんなに気にしなくても出てくるかなということでね、いいんじゃないかなと思います。いろいろね葉大根という野菜のねメリットをお伝えしましたけどもね、よかったらね参考になさってみてくださいよ。よいしょ、家庭菜園の方もねこれお作りになったらいいと思いますよ。多分種が大きいですよね大根はね、だから手でピッピッピッとこうやってね巻けますんでね、それもいいかなと思いますね。よいしょ、今日も暑いな。よいしょ、やっぱちょっと暑いからちょっと遅いねスピードがね。8月6日ね、8月の週が来ましたな。さあここからね8月も来週から、来週10日過ぎから大根の種まき始まります。まさにねこう大根ですね、始まりますんでね、最初は白マルチを使いますね。白マルチの中から撒いていきますけれども、どんどんどんとね8、9月の半ばぐらいまでをね、綺麗に畑を慣らしたところをどんどんどんどこどんどこどんどこ端切りでね、もう一斉に撒いていきますね。来年の3月までの分ですよね、ほぼ半年分をね一気に3週間余りでね巻くというのが秋冬の大根栽培でございます。うん、意外とね、台風が来ようが何しようが曲がっていかんですね、大変ですけども、なんか今台風連なってきてますんでね。よいしょ、ずっとこの体勢だと腰が痛いですね。1軒分はどれぐらいですか、3束ぐらい、これぐらいでか十分かな、3束ぐらいで1軒分ぐらいかな。よいしょ、意外とね量があっていいですよね、葉大根ね。これもらったお客様ね嬉しいんじゃないかなと思います。ルッコラなんかはねもちろんこうやってさそこにありますけど、やっぱりどうしてもねこう量があんまりね、そんなたくさん入れてもルッコラ自体がそんなメインにはなるサラダ野菜じゃないので、作ってもいいですけど、やっぱりこうあんまり箱が埋まらないんでね、まあ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 というね、その辺がセット野菜の場合はね、もちろん副菜というかねこういう葉大根とか小松菜とか対してルッコラとかねラディッシュとか小さくてねこう何ですか、副菜的な意味で作るのはいいですけどもね、メインにはなりませんので。よいしょ、こうやってね下向いてると暑いね、腰痛い、あ腰痛い、この体勢が一番ね腰に悪いんですね。もうビッタビタですよ。風がないね。夏休みですか今ね。よいしょ、お盆とかで確かにねお客様は結構ね、8月はご旅行とかねご帰省などでね変更やその他ねご連絡いただきますけれども、いいね、海外とかどこ行かれるんですか最近は。ねえ、私ももうこの百姓暮らしをするようになってからね、もともと私だって旅人なんですけど、百姓暮らしをするようになってね、もう一切そういったことはなくなってしまいましたね。えそれだけが子さんね、それだけじゃないですけど
旅のない暮らしはね、やっぱりね、ちょっと私的にはストレスなんですね。もともとフラフラしている人間ですから。はあ、よいしょ。よいしょ。まだ取らないといね。ほうほう。多分そんな、1コンテナもう少し少なくていいよ。はいはい。ね、1コンテナ10件分ぐらいで、だからこんなもんじゃないか。どんどん行ってくださいよ。ああ、パスです。はい。ね、シンク割れてるので。大丈夫か？休憩タイムね。はい、休憩取ってください。はあ、ありがとうございます。あ、2人して、はいはいはい、はい、2人は無理だ。2人は無理。じゃあここ首振れば大丈夫。手動首振り。おいおい、はいはい。ということでね、出荷の収穫の最中にね、休憩してる。こんなことはね、私の研修時代では決して許されることはありませんでしたが、今はいい時代になりました。ということで今日も暑いね。そんな中収穫をしている百姓農園の動画でございました。大丈夫か、倒れないようによろしくです。はい、ということで、小松菜じゃない、俺が取ってたのはハダイコンの収穫ですね。ということでハダイコンね、収穫している百姓農園の動画でございました。はい、それではまた。